グースグリーンの戦いは、フォークランド紛争中の1982年5月28日から5月29日にかけてイギリス軍とアルゼンチン軍との間で戦われた陸戦。1982年3月30日から4月3日にかけてのフォークランド諸島侵攻により、フォークランド諸島はアルゼンチン軍の制圧下となった。これに対し、 イギリス軍は3月31日より空母機動部隊として第317任務部隊の編成に着手しており航空、海上優勢をめぐる戦闘を経て5月21日より東、フォークランド島への上陸作戦を開始した第317任務部隊の上陸部隊である第317.1任務軍はもともと第3コマンド旅団から編成されていたが 同旅団のみでは兵力に不安があるとして、まず陸軍の第5不評旅団から第2.3空挺大隊が抽出されて増援され、ついで旅団そのものが派遣された。これら2個旅団を統一指揮する組織として、フォークランド諸島陸上軍が設けられ、その指揮官としては、ムーア海兵隊少将が任命された。これに先立ち、第317任務部隊指揮官、 フィールドハウス大将は、第317.1任務軍指揮官、トンプソン巡将に対し、フォークランドへの上陸を準備するよう指示した。そして5月12日、霊カ部隊に対し、作戦命令3-82として、水陸両用作戦である、サットン作戦を発令した。アルゼンチン側は、イギリス軍が、フォークランド諸島の首都であるスタンリーを直接、 攻撃してくるものと予期していたが、実際には、まず5月21日に、第3コマンド旅団がサンカルロスに上陸して、共闘法を確保した後、順次にスタンリーへと進撃する体制をとっていた。グースグリーンの戦いの関係図双方の体制5月21日に、イギリス軍がサンカルロスに上陸して以降、アルゼンチン軍の抵抗は、航空攻撃に限られていた。 一方、イギリス軍の側は上陸以降の作戦については事前の計画は乏しかったが、これらの情勢から任務部隊司令部ではアルゼンチン軍の積極性について楽観的な見方が広がっていた。第3コマンド旅団長トンプソン巡将は25日にはケント山からチャレンジャー山にかけての地域に大規模なヘリボーン作戦を行って、 スタンリー攻略の地方を固めることを起としていたが、同日のアトランティックコンベアーの喪失によって多数のヘリコプターが失われ、この作戦は実行不能となった。スタンリーに進出する前に、まず、グース・グリーンとダーウィンに駐屯するアルゼンチン軍を攻撃する必要があった。トンプソン殉相はもともと、グース・グリーンに対する襲撃作戦を計画しており、22日には、 第2空挺大隊長、ハーバート・ジョーンズ中佐に、作戦立案を加齢していたが、アトランティック・コンベアーの喪失を受けて、この作戦は、第5不評旅団とヘリコプターの増援を待って行う、方針としていた。しかし逆に、ロンドンの任務部隊司令部と政治家は、この喪失を補うためにも何らかの行動を、示すべきであると考えるようになっていた。結局、26日に、 トンプソン巡将が任務部隊司令部と衛星通信で直接話し合い、グースグリーンへの攻撃とスタンリーへの進撃に向けた起動を始めるよう命令を受けた。一方、アルゼンチン軍において、グースグリーン防衛の主力部隊となっていたのは第12連隊であり、連隊長はイタロピアヒヒ中佐であった。連隊の兵士の半分以上は2月に、 徴兵されたばかりで訓練はほとんど完了しておらず、白装される予定の重装備も到着しておらず、人員、装備ともに不十分な状態であった。部隊の抽出や配属があり、28日の時点で、グースグリーンに配備されていた部隊は総兵力1007名、不評三個中隊を機関として 105mm、榴弾砲3ミ 120mm 重迫撃砲1門。 81mm 迫撃砲3門、35mm 対空機関砲2門などを保有しており、メルセデス任務部隊と称された。第2空挺大隊の攻撃準備イギリス側では、SAS による最初の偵察結果では、指揮弱な1個中隊程度と見積もられていたが、22日午後に第3空挺大隊がアルゼンチン軍の可視官を捕虜にするなど、 情報収集を進めた結果、26日には、ほぼ蒸気のような部隊の全容を把握していた。一方の第二空挺大隊は、上陸以降、京都府の南側を防御するため、サセックス山に布陣していたが、冷たい風と湿った土地、そして防水性に欠ける軍火のために、残酷足をはじめとする病気や負傷によって、すでに兵力の約4%に相当する27名の兵士が、 構想されていた。27日10時、BBC は、全世界に対して、空挺大隊はまさに、グースグリーンとダーウィンを攻撃する準備ができていると、放送した。これを聞き、大隊長、ジョーンズ中佐は激怒し、奇襲効果は失われたと信じた。また、上記のように、アルゼンチン軍が当初予想よりも、強力だったこともあり、第二空挺大隊固有の部隊に加えて、 L118-105mm 榴弾砲3本の配属を受けるとともに、艦砲射撃の支援を受けることになった。一方、第12連隊長ピアヒヒューチは、まさか BBC が自国軍の正確な情報を放送するとは思わず、欺瞞情報と考えたが、その他の予兆から、イギリス軍の攻撃が迫っていることは察知していた。同日、第2空挺大隊は、 カミラクリークハウスに同し15時より、ジョーンズ中佐は命令を形した。当初の作戦計画は、イギリス空挺部隊の連動を生かして、夜間のうちに攻撃を完了するもので、6つの段階に分かれた複雑な計画であった。中佐のせっかちな性格のために急いで形されたこともあり、中隊長以下、誰も命令を理解できなかった。また、上記の通り、 トンプソン潤章はあくまで襲撃作戦として加齢したが、ジョーンズ中佐はこれを拡大解釈し、占領作戦に変更していた。大隊長の攻撃と戦士18時より、第二空挺大隊の各部隊は順次に前進して攻撃位置に侵入した。攻撃開始予定は28日2時であったが、艦砲射撃を担当するフリゲート、アローは昼間は別の任務を割り当てられており、 4時30分には、艦砲射撃を終了しなければならなかった。このため、大体の攻撃開始前の22時から3時間に、渡って射撃することで十分な地ならしをすることになったが、これにより、上温図中佐が気とした、初めは静かに接近という要領は、最初から挫折した。イギリス側は、アルゼンチンの戦力はほぼ正確に見積もっていたが、その配置は把握しておらず、 ジョーンズ中佐の込み入った作戦は、戦闘が開始されるとすぐに祖語をきたし始めた。例えば最初に攻撃を開始した A 中隊は、無抵抗のうちに当初目標を速やかに占領した後、他の部隊の戦闘を横目に、しばらく停止させられた。その後攻撃した次の目標も、やはり無抵抗であったため、中隊長はそのままさらに次の目標に前進しようと、したが、ジョーンズ中佐は、 A 中隊を自ら確認したいとして、これを却下した。そして、中佐の到着を待つ1時間の間に夜は、明け始めており、次の目標であるダーウィン級において、A 中隊は激烈な抵抗に遭遇した。またこれと、ほぼ同時刻、B 中隊も、その西側において、五重口径基準などの強力な火力を備えた陣地に、遭遇し、前進を阻止された。 AB 中隊の攻撃が頓挫しているのを見て、7時30分頃、D 中隊は主防衛戦を迂回して、助行を行うことを、また C 中隊は、機関銃により火力支援を行うことを、それぞれ上進したが、ジョーンズ中佐はいずれも却下し、無線を混乱させるなと叱責した。またこの他にも、支援中隊長や、砲兵指揮官からも多数の有益な示唆が提案されたが、 中佐はこれらをすべて拒絶し、8時30分頃より、A 中隊と合流して、同中隊のみで攻撃を継続させた。しかし、それでも攻撃は停滞しており、焦った中佐は手近な人員を集めて、自ら陣頭に立って突撃した。この突撃に参加した人員は20名程度に過ぎず、また将校や無選手が多かったこともあって、たちまち阻止された。一人、 ジョーンズ中佐のみ先進できたが、結局9時30分時頃に戦死した。しかし突撃隊員が、中佐を狙撃した残豪を 66mm ロケット弾で撃破することに成功すると、その破壊力を恐れた周囲の残豪が降伏し、勝利をもたらした。ありがとうございます。